はい、こんにちは、柴崎です。今回は添削の第5回目です。今回はね、外国の方の絵を拝見したいと思います。外国の方もね、大変興味を持ってここのコーナーを見ていただいているようでね、たくさん送ってくれています。今回その代表として、ブラジルの方のフレックス・マルスロさんですね。その方の絵を見ます。これですね、富士山です。フレックスさん、ありがとう。ブラジルの方が日本の富士山をね、描いてくるなんて、なんかちょっと嬉しいな。とても絵うまいよね。何かこの中で私一言ね、言えることがあればいいと思います。では見てくださいね。では、フレックスさんの、富士山ですね。もうとてもうまいよね、とにかく。でこれを少しね、こういうとこはほら、こう線張りなんですね。だからここを少し明るさを変えて、この形をもっと見せましょうか。だから、まあ、色がまとまって綺麗なんですけど、もうちょっと色の変化もあってもいいかなと。もうそのくらいですね、私のこのアドバイスとしてはね。ではちょっと書いてみます。それで、だからこの配置はとてもいいです。ね、こう画面の中にもう堂々とこう富士山こう入ってるんだよね。だここね、ここを暗くしてですね、ここ暗くして、でここの形をもっと見せる、もっとはっきり分かるようにですね。だこういう明暗です。この明暗がちょっと欲しかったなと思います。ここを暗くする、ここの木はもうとてもうまいよね。これだけですね、アイデアとしては。では書いてみますね。ではやってみますね。ね、水彩の使い方もすごくうまいね。こうたっぷりの水彩ね、大きく描いていて大変いいですよ。こうこれにこう富士山がこう描いてるんだよね。ちょっとこっちに寄せたとこもなかなかおしゃれだなと思います。こうかな。それでここに雪がなんかこうってね、たっぷりあるんだよね。この雰囲気だろうか。でここに大きな木、その他の木から遠くの木って、こういう感じだね。うん。で問題はだから、それで、そうですね、ここの白い雪なんですけども、こうね、ちょっと暖かそうな色ですね。少しはこう入れましょうか。そうすると、あ、ここに光が当たってるかなっていうね、そういう感じ見えます。そして反対側は、あなたが描いたように光ですね。今度はここがね、こう、明度ってね、バリューが一緒なんですね。なので空をもう少し暗くします。でその時にね、青がとっても多いので、どうだろう、まあ、例えばですよ、まあ赤富士じゃないんですけども、ちょっとね、こう少しカラフルな色にしてもいいかな と思うんですね。別にこうしなきゃいけないってことはないんですけども、まあ、いずれにしてもここね、明るいカラーに差をつけます。で、まあ、ちょっと上はこんな感じ、ね、こういうところこういうところよく描いてるよね、うまいし。でこうだね、ここをたっぷり塗って、で富士山の形を見せるということですね。うん、こうかな。こちらの方は明るくですね、明るく左右同じ明るさにしない方がいいですね。こっちちょっと明るめにこうして、そして、フレックさんがやったように反対側はこっちだね。こうなって、こうなって、こうなって、こうか、こうだね。富士山の日陰の面がこう見える、こうなんだ。それで、そうだな、この前か、これ中間描いてるね。この辺のこうちょっとね、ギザギザとした雰囲気、なんかよく描いてますね、こういうとこ。なんか素晴らしい、これなんかこうやってるんだね、こう描いてるんだ。ほら、ここですね、明暗で見せる。そしたら下の方はね、フレックさんがやられたように、もう大きな筆使いでこうやって裾野の方を塗っていくと、こういうわけですね。こうでしょうか。でこう
下の方来たらもうここでこう塗ってきたら、これの思い切ってこうやって絵の具を取っていってしまいます。そうすると空気がいっぱいこうあるように見えますからね。それでその色を少しずつ暗くして、山の凹凸をちょっと表してあげて、こうだね。そしてこっちがあなたがやったように暗くて冷たい色で日陰としてこう処理すればいいんだね。こうだろうか。でこっちもこう塗ってから全部取って空気をいっぱい、あるいはもっと積極的にこうやって取って雲なんか作っても面白いかもわかんないね。そうすると富士山がとっても、背の高い、ね、こう山というふうにこう見えるでしょうか。はい、でここの木もうまいし、これちょっとねグレーっぽく木を描いて遠くに押し込んで、なんかこういうとこ素晴らしいね。こういうところの表現です。もう大変、空気感の表現もうまいしですね、こういうところとてもいいと思います。それに見合って、うん、そうだな、だから何かもうちょっとここら辺に色の変化があっていいかな、うん、そうだな、ちょっと黄色を足してみるとか、少しはねなんか少しこうリッチカラーでやってみるね。ここの木素晴らしいね、うまく描けてる。僕はフレックスさんほど上手に描けないからですね、とってもいいと思いま す、ね、これ上手だし、こうちょ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 こんな感じかな。でだから問題はですね、ここの形を明暗で見せるというお話です。はい、添削終わりました。富士山でしたね、大変素晴らしかったです。まあ、その中で明るいものをね描きたいときはその周囲を少し暗くするというわけです。そして、形をはっきり浮き立たせるというのが今回の添削のポイントです。いかがでしたか。ぜひ参考にしてみてくださいね。それではまた。このコーナーでは皆さんの作品を募集しています。水彩で描いた風景画をこの動画の紹介欄に応募先を記載しておきますので、ぜひお送りくださいね。皆さんの作品をお待ちしています。今回はいすみ鉄道の上総吾妻駅の無人駅にスケッチに来ました。それにコバルトグリーンを足すと、これで菜の花の葉っぱの色になるし、イエローレモンをしっかり残さないと、ご自宅の近くを通る列車がピューッとスピードを持って走っていると、そこをこれをね写真撮る方が、撮り鉄の方ですね、多いんですね。そういう方たちに言わせると列車について語ること多いでしょうね。私はそういう点でちょっと暗いんですけども、まあ、春爛漫のを描きたかったんでしょうから、やっぱり桜の形が見えた方がいいですよね。このくらい空を暗く描くと、ほら桜の形がしっかり見えるでしょ。この明暗の関係、これはもう新しい草が今燃え出てきたような土手ですよね。こう色も大変いいし、ね、ほら太い筆はこれ枕木って言うんですけども、枕木だってちゃんと描いてはいけないですよね。なんだってシュー足してるんですから。だからです、ね、そういうところが大事なの で、ね、こっち側は日陰ですので、ね。